クオリアラボスペシャルとして今日は外に出てるんですけども、この満開の桜の前でですね16茶を飲むという、16茶ってのは16種類のお茶が入ってるわけですよね。今見えますね、ハトムギ、かっこ大山ラオス産、その他大麦、ハブ茶、アツカ大麦、トウモロコシ、ハトムギ、発酵エキス、玄米、タンポポの根、ビワの葉、カワラケツメ、ゴボウ、アワ、キビ、アズキ、エゴマの葉、ナツメ、ユズの葉、そしてビタミン C と、これだけのものが入っているということでチャレンジします。それだけのクオリアを当てられるかどうかというね。いただきます。お、これ難しいですね。やっぱだから麦は入ってる気がする。だ麦系は入ってる気がするんですけど、ハト麦とかね、うん、大麦とか、だからいわゆる麦茶の味がベースになってるって感じはするんですけど、確かにそれがマイルドになって、お、今ねタンポポの根があった気がする。本当かな。うん、タンポポは比較的ある気がしますね。あとなんだっけ、ゆず、ああゆずもかすかにある気がしますね。だからこの場合には16茶の場合にはまあ原料がねこうやって、ごぼう、あごぼうもある気がする。だから逆エンジニア、リバースエンジニアリングっていうか、書いてある、泡ね、あ泡もあった気がするね。あの昔セキセイインコ買った時にいつも泡食べてたよね、セキセイインコが。だから今あのセキセイインコと同じ気持ちになった。そしてキビ、あ今ねキビがあった気がしますね。キビ団子食べた、あのキジとか犬とか猿の仲間になった気がするね。だからこういう形でその入ってるやつを読んでそれをなんか当てに行くって、ビワの葉どう言われればある気がする。16社、クオリアを当てるのは難しいんですけど、皆さんもぜひ16社でですねここに書いてある原料の味を探しに行くという、そういうことをやっていただくと脳のクオリア力が高まるかもしれませんということで、満開の桜の前で、16社で、なんですか、クオリア分析力を上げるという、そういう特別企画でございました。クオリアラボこれからも続けていきますので、もしよかったら、脳の教養チャンネル登録お願いします。まあ、16社あんまりそういうこと気にしないでただ飲むのが美味しいですね。ごちそうさまでした。いい春の日だ。